違ったな。今は引き上げの感覚も。うん。おお、本当だ。そうかな。まだ下にも沈め込めてないけど、ここまで来たい。俺骨盤前傾させ、そう、こうか、うん、そこ大事だと思う。ここか。そこ。ここからこう来て。そうそうそう。そこ大事だと思う。俺はね。オッケーオッケー。寺井くんもそう言ってた。ちょっと待ってね。まず溜める場所がわからないから。知らねえよ。溜めてから反る。巻き戻ししないと。溜めてから反る。そうだ。この足に一番で上半身が動いて、こうか。そうだね。あ、いいね。で、こうか。うん。で、上だけ動かす。いいじゃん。それだろ。ここが開いてさ、あー、はいはいはい。まずか閉じて、はい、もっとここに来れるといいよね。そう。ここ肩、そこ、うん。肩っていうかね、胸郭が硬い。肩甲骨かな。肩甲骨、まあ、多分こっちが硬いし、そうかもしれない。そうだね。特にでもね、こっちが硬いと思う。うん。だから、深い腕立て伏せしてストレッチすればいいんじゃね。とりあえず骨盤をここで立てるっていうのが大事かな。大事だね。プリケツ。あ、近い。おー、すげえ楽じゃん。うん。今の多分ね、ずーっと下へ巻いてたよ、首まで。プリケツ、胸張り、首巻き込み。あー、そうだね。そこまで我慢すればいいんじゃね。おう、あ、今のだいぶ押せた気がする、うん、後ろに。なんで押せるんだか分かんない。プリケツ二度踏み巻き込み。あ、いいね。うん、そっちの方が楽だわ。ちょっと上手くなっちゃったな。
あのね、とりあえず練習もいいけどご飯食べようねって話をしたの。